減にしろ。作り話で時間稼ぎしても無駄だ。全部本当のことだ。俺は刺してない。友達って言ってるやつが他人を操ってる。リウミも操られてたんだ。この目で見たんだ。エマを橋から飛び降りさせた。お前はなぜ現場にいた。それはシャオ刑事に連絡してくれないか。必ず取り戻すんだ。どんな代償を払おうと何としてもあいつの携帯を取り戻してこい。リュウミンがまた入院だ。どの病院か調べろ。今から行く。はい、承知しました。また金の匂いがしますね。